花園予選決勝の前日の夜の心境を教えてください。はい、花園予選決勝前日は少し不安もありましたが、チームが勝つことを信じていたのでとてもワクワクした心境でした。花園出場を決めた時の気持ちはどうでしたか。はい、3年前自分たちは、中学の時に、翔平の花園出場を見て、入学してきて、でこの2年間本当に悔しい思いをして、やっとの思いで3年目に、花園に出場できたので本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。今年のチームの特徴を教えてください。はい、自分たちのチームは前に出るディフェンスが特徴のチームです。フォワードは突破力があり、バックスは展開力のあるチームです。全国大会での目標を教えてください。はい、自分たちの目標である全国ベスト16を目指し頑張っていきたいと思います。翔平旋風巻き起こすぞ、ワン、ツー、スリー、ニュース。